シニシュ川の丘の上に立つエンガータワーよりダルースのダウンタウンを望むダルースのシンボルエアリアル橋ダルースはアメリカ合衆国ミネソタ州北東部に位置する都市同州セントルイス郡の郡長所在地である地域人口は86,265人でミネアポリス、セントポール、ロチェスターに次ぐ州第4の都市である南に隣接するウィスコンシン州スペリオール市と共に 形成している都市圏は4軍にまたがり29万637人の人口を抱える。市名は17世紀にこの一帯を探索した初めてのヨーロッパ人となったフランスの軍人ダニエル・グレー・ソロンにちなんでいる。周辺に住むネイティブアメリカンのオジブワ族の言語ではダルースは鬼神インシングと呼ばれている。ダルースは五大湖の一つスペリオル湖の最西端に位置する 港湾都市である。ダルース港は世界有数の鉄山である、メサビ鉄山からの鉄鉱石、タコナイトの積み出し港であり、五代湖セントローレンス海路で最も重要な港湾の一つとなっている。ダルース港は世界で最も内陸にある港湾で、大西洋のセントローレンス川川口からは約3 7 0 0トル離れている。ダルースで積み込まれた 鉄鉱石は五大湖、セントローレンスカイロを下って、また、導水路に通ずる運河を経由して国内外へと運ばれていく。一方、夏の涼しいダルースでは観光化も進んでいる。主な名称としては、ダルース港とスペリオルとをつなぐ運河沿いに整備された、キャナルパークと港の入り口にかかるエアリアル場所が挙げられる。またダルース市内には、 全世紀を忍ぶことのできる歴史的建造物がいくつか残っている。また、ダルースはボブ・ディランの生まれた町としても知られている。しかし、ディランは少年期のほとんどをダルースではなく、メサビ鉄山の鉱山町ヒビングで過ごした。町ができる何千年も前からスペリオルコガのこの地にはパレオインディアンと呼ばれるネイティブアメリカンが住んでいた。 彼らは最終表記の終わり頃にこの地に住み着き、黒ビスポイントと呼ばれる石製の槍やナイフを使って狩りをし、金属製の釣り針を使って漁をして生活していた。2000年ほど前には、この地には瓦家を使用し、またマコモの栽培も行うウッドランズ族が住んでいた。彼らは塚を築いての土葬も行っていた。現在でもマコモを栽培しているオジブワ族は、 ミネソタポイント上で、スペリオルコとセントルイス側のレンミズ陸層が容易であったことから、この地を小さなレンミズ陸層のという意味である鬼神インシングと呼んだ。オジブワ族の伝承によると、現在のダルースのスピリットバレー地区の近くに位置していたスピリットアイランドは6番目の停止地であった。オジブワ族の南北の領土は同地で合わさり、 現在のウィスコンシン州ラポイントの近くにあった7番目の停止地へと続いていた。1679年、フランスの軍人であり、探検家でもあったダニエル・グレイソロンがこの地を探索し、当時この地における二大勢力であったスー族とオジブワ族がぶつかっていた、この地に入植地を建設した。グレイソロンの目的はこの地において、毛皮の小取引を成立させることであった。 グレーソロンの働きにより、オジブワ族を介して、フランス人入植者とス族とが取引を行う、ルートが成立した。1692年には、ハドソン湾会社が、現在のダルースのフォンデュラック地区に小さな取引所を、開設した。しかしその後100年にわたって、取引所が増設されることはなかった。1792年になってようやく、セントルイス川の対岸。 ウィスコンシン州側にこの地で2番目となる取引所が、ノースウェスト会社のジーン・バプティストカ・ドットによって開設された。この取引所は1800年に消失してしまったが、すぐに、ドイツ人移民のヨハン・ヤコブ・アストルによって、ミネソタ州側に新たな取引所が開設された。この取引所は当初ネイティブアメリカンが、イギリス人とフランス人との取引を強く主張していた、ため難航した。 しかしアストルはアメリカ合衆国議会を説得し、アメリカ合衆国領土内での外国人の取引を禁じる法律を作らせ、独占市場を作り上げることでこの事態を乗り切った。アストルのアメリカ毛皮会社は1816年から1817年にかけては構成状態に置かれた。1830年代後半頃からは、それまで毛皮の購買層であった。 ヨーロッパ人が毛皮の代わりに絹を身にまとうようになったため、この取引所は再び危機に瀕した。1826年と1847年の二度に、渡って、現在のフォンデュラック地区において、アメリカ合衆国政府とジブワ族との間で、フォンデュラック条約が締結された。さらに1854年のワシントン条約によって、ダルースの上流、 クロケットの近くにフォンデュラクインディアン居留区が設置されると、オジブワ族は居留区に移住させられ、この一帯は白人のものとなった。1850年代に入るとこの地に銅の鉱脈が存在するという噂が広まり、この一帯への注目が集まった。1852年に政府がこの地を調査し、1854年の条約によって、 ネイティブアメリカンの襲撃の危険性がなくなると、金を求める探検者たちがこの地に続々とやってくるようになった。これらの探検者たちはこの一帯での鉄鉱石採掘の礎を築き上げた。同じ頃、スペリオル湖の東に拷門を有する運河、スーセントマリー運河が開作され、この一帯に大型の船舶がたどり着けるようになった。また、 ミネアポリス・セント・ポールにつながる道路も開通した。セント・ルイス川の両岸には11の小さな町が作られた。これらの町は後にダルースが市として形成されていく上での元となった。1857年、この一帯での道路資源が枯渇すると、今度は林業が市の主産業になっていった。しかし、アメリカが州国全土を襲った経済危機によって、 市の初期の開拓者のほぼ4分の3が町を離れていった。1860年代後半、資本家 J. クックはレク、レイクスペリオルミシシッピ鉄道を説得し、セントポールからダルースへ同社の路線を延伸させた。鉄道が開通したことにより、スペリオル湖北西岸のこの一帯では、鉄鉱石の工業が起こった。1869年の元旦には、 ダルースにはわずか14家族が暮らすのみであったが、同じ年の独立記念日には、町の人口は3500人に膨れ上がった。しかし、誰もがダルースが、町として成功する、可能性を信じていたわけではなかった。ダルースの可能性に対しての疑いの声は、ケンタッキー州選出の会員議員、J. プロクター・ノットが1871年1月27日に、 アメリカ合衆国会員で行った演説、ザ・アントールド・デライツ・オブ・デラスで表された。この演説は、ダルースをエデンのソノに見立てて、西への資本投下を批判したものであった。この演説は、民間伝承集やジョーク集で再反され、この種のものとしては、古典的な部類に入るものとされている。近隣のプロクター氏は、j プロクターノットにちなんで名付けられた。 ダルースの非公式が姉妹都市であるジョージア州ダルースの氏名はエヴァン・ P ・ハウエルがこの演説にちなんでつけたものであった。元はハウエルの祖父であったエヴァン・ハウエルにちなんでハウエルズ・クロスロードと呼ばれていた。この町では1871年に鉄道が開通したとき、このダルースの歓喜の演説がまだ人気の高いものであった。ダルース港の鉄鉱石不当。 1910年、20世紀に入ると、市はさらに成長を続けていった。初期の市民はダウンタウンや丘の斜面に住んだ。1900年代には、ダルース港は総貨物取引量で、ニューヨーク港を上回り、アメリカ合衆国最大の取引量を誇る港湾となった。市には、新聞社が10社、銀行は6行あり、11階建ての高層ビル、東礼ビルディングも建っていた。 1907年には US スチールがダルースに500万から600万ドルの製鉄所を建てると発表した。この製鉄所が完成し創業を始めたのはその8年後であった。この頃、ダルースは人口20万から30万人まで成長するであろうと予想されていた。製鉄所が完成するとその近辺にはモーガンパークという企業城下町が形成されていった。 現在では、モーガンパークはダルースの一地区となっている。20世紀初頭、ダルースは、フィンランド国外最大のフィンランド人コミュニティを有していた。数十年間にわたって、ダルースではフィンランド語の新聞が刊行されていた。また同じ頃、ダルースには、小さなアフリカンアメリカンのコミュニティもあった。しかし1920年に、ダルースリンチ事件が起こると、 アフリカ系の住民はダルースの街を離れていった。現在でもダルースにはアフリカ系の住民は少なく、2000年の国勢調査ではダルースの黒人人口率はわずか1.63%であった。20世紀初頭から後半に至るまで、ダルースは US スチールの製鉄所をはじめ、セメント工場、釘工場、針金工場を有する工業都市。 そしてメサビ鉄山をはじめとする周辺の鉄山で産出される鉄鉱石の石出港を抱える港湾都市として栄えてきた。第一次世界大戦の最中、1916年にはセントルイス川岸の造船所は8隻の軍艦を同時に作ることができた。造船所の周辺にはリバーサイド地区が形成された。このような工業需要の急激な増加は、 第二次世界大戦においても見られた。第二次世界大戦後もダルースの人口は増え続け、1960年には人口10万6884人でピークに達した。この頃においてもフィンランド人の移民が多く流入し、インダストリアリスティというフィンランド人労働者のための新聞が刊行されていた。ダウンタウンのレンガ時期の通り、2005年、 しかし1970年代に入ると、ダルースは車用へと転じていった。鉄鋼業界における国際競争の激化により、US スチールの製鉄所は1971年に閉鎖し、市の経済に大打撃を与えた。これにとどまらず、市内の工場は次々と閉鎖されていった。空軍基地も閉鎖された。メサビ鉄山も原産に転じ、ダルース港の地位は低下した。 1970年代の10年間における失業率の平均は15%にも達した。市内の店舗は次々と空き家になり、職業安定所には長蛇の列ができた。1980年代、工業都市、港湾都市としての地位が低下したダルースは観光に力を入れることで再生を図った。ウォーターフロントの倉庫街はキャナルパークとして整備された。周辺の倉庫は、 レストランやバー、各種ショップへと姿を変えた。ダウンタウンの通りも整備され、レンガ時期になった。また、建物をつなぐ屋内連絡通路も整備された。今日ではダルースは安定した、成熟した都市となっている。ダルースはダルース都市圏内のみならず、ミネソタ州北東部、ウィスコンシン州北西部、さらにはミシガン州アッパー半島の西部を含む広い地域の 中心都市としての地位を確立している。中華人民共和国における鉄鋼需要の急増とともに、メサビ鉄山が再び増産に転じ、それに伴ってダルース港は息を吹き返した。同港は従来からの主要な取扱い貨物である鉄鋼石、タコナイトをはじめ、石炭や農産物も,も多く取り扱っている。ダルースの一ダルースは、 北緯46度47分13秒整形92度5分54秒、北緯46.78694度整形92.09833度、46.78694-92.09833に位置している。同市はミネソタ州の北東部に位置し、ミネアポリスセントポールの双子都市からは北北東へ、 約2 4 0トル、カナダ・オンタリオ州のサンダーベイからは南西へ約3 0 0トルである。アメリカが州国統計局によると、ダルース市は総面積2 2 6 2トルで、ミネソタ州の都市としては、ヒビングに次いで広い地域を有している。地域のうち1 7 6 1 k ルが、陸地で5 0 0トルが水域である。 総面積の22.11%が水域となっている。キャナルパークからファーストアベニュー東を望む。この道は1マイルあたり520フィートの標高差がある。ダルースはセントルイス川がスペリオル湖に流れ込む河口の北岸に形成された都市である。セントルイス川ダルース付近ではミネソタ州とウィスコンシン州との宗教線になっている。 南岸にはダルースとタイをなすようにスペリオルの市街地が広がっている。河口にはミネソタポイントと呼ばれるサスが形成されている。ダルース港の天然の防波堤となっている。このサスはウィスコンシン州側のウィスコンシンポイントと合わせて長さ1 6トルに及ぶ淡水に形成されたサスとしては世界最長のものである。ダルース側はスペリオル湖に丘が迫る地形で、 平坦な土地はほとんどない。したがって、湖岸と内陸部とではかなりの標高差がある。例えば、ミネソタポイントサスでは標高185メートルだが、ダウンタウンの北西約8キロメートル、丘の頂上に立地するダルース国際空港での標高は435メートルになる。このような地形であるため、ちょうど日本の神戸市やブラジルのリオデジャネイロの市街地が、 海岸線に沿って発展しているのと同じように、ダルースの市街地は南西から北東方向へ湖岸線に沿って細長く伸びている。一方、丘の斜面や上にも住宅地が広がっているため、ダルースは心臓破りの急坂が多いことで有名である。ピードモントハイツ地区やベイビューハイツ地区など丘の頂上付近に形成されている住宅地は、 スペリオルコや市街地を見下ろす天然の展望台になっている。近年では丘を越えてさらに内陸にも開発が進み、郊外型の大型スーパーマーケットやショッピングモールが進出している。これらの新興住宅地は地元ではオーバーザヒルと呼ばれている。伝統期のスペリオルコダルースの気候は長く寒さの厳しい冬と短く涼しい夏に特徴づけられる。 一年を通じて冷涼であることから、ダルースはしばしばエアコンの効いた都市と呼ばれる。冬季には月の平均気温が氷点下10度を下回り、何週間にもわたって気温が摂氏零度を上回ることのない日が続く。ダルースの南方、または東方を通過する冬嵐は、ダルースに東より、または北東よりの強い風をもたらす。 11月から3月にかけては月間10から25センチメートルに及ぶ降雪が見られる。10月や5月に雪が降ることもある。年間降雪量は約100センチメートルである。一方、夏はスペリオル湖から涼しい東風が吹くため、月平均気温は摂氏20度に達さず、ダウンタウン付近では日中でも摂氏20から25度程度までしか上がらない。 湖岸では6月でも摂氏10度を下回ることがある。地元の天気予報では、特に東寄りの風が予想される夏の日には、湖の影響で涼しくという表現がよく聞かれる。また、湖岸と丘の上との標高差が大きいため、市内でも気候の差がかなり大きい。ダルースにおける年間降水量は約660ミ、mm、リメートルであるが、夏季は冬季の5から6倍に達する。 いかにダルースにおける月別の平均気温と降水量をまとめた表を示す。公式ではダルースの標高は435メートルとされており、これは丘の上の方での気候であると言える。前述の通り、ダルース港やダウンタウンなど、湖岸では下表の数値とは大きく異なることがある。公式の数値に従うならば、ダルースは 結辺の気候区分では艦隊湿潤気候に属する。そのスペリオルコの影響での夏の涼しさや淡水へのアクセスの面などから地球温暖化による気候変動での移住先としても注目されている土地の一つに挙げられる。ダルースは市長制をとっている。2007年3月現在の市長はハーブバーグソンで1期目を務めている。2006年7月バーグソンは 死の直面する問題の解決に専念するため、再選のための選挙活動をしない方針を明らかにした。ミネソタ第8選挙区ダルースは、アメリカ合衆国会員のミネソタ第8選挙区に属している。同選挙区は、伝統的に民主党の勢力が強い。同党のミネソタ支部である、民主農民同党は1944年に結成され、 1947年から現在に至るまで同選挙区で勝ち続けている。同選挙区から選出された現職の会議員は DFL のジム・オーバースターである。オーバースターは1975年に初当選し、2006年には16、1を果たした。2000年の大統領選挙においては、ダルースでは緑の党のラルフ・ネイダーの得票率が6.9%に達した。 この得票率は全米の人口8万5千人以上の都市の中では最も高い部類に入るものであった。2004年、ダルースでは市議会、地元住民、アメリカ自由人権協会を巻き込んだ激しい法的闘争が繰り広げられた。市庁舎の芝生の上に立っていたモーセの住回が刻まれた大理石の石踏みをめぐって論争が起こり、裁判沙汰にまでなったのである。 やがて市がこの大理石の石踏みを撤去することに同意し、この論争は解決を見た。撤去された石踏みはキャナルパークドライブ沿いに立つコンフォートスイーツホテルの近くにある市有地に移設された。またダルースはニューヨークタイムズ市で次のリタイア次減爆弾として取り上げられた。市が行った公的健康保険に関する調査で退職した市民への補償が 市の財政を圧迫しており、放置すれば破産する危険性があることが発覚したからである。同市の記事中では、ダルースは退職者への保障をきちんと計算していない自治体の代表として取り上げられた。しかしダルースの地元紙ニューストリビュームは、1988年に元市長ジョンフェドが汚職裁判で無罪となった時、この健康保険の保障に関してだけは、 掛け値なしに尊敬できると評した。地元の労働組合の力が強いため、地元の政治家たちは、何十年にもわたって、この健康保険の問題には、真っ向から向き合わず、選挙で勝つために期限を取る方向で活動をしてきた。大西洋から約3 7 0 0トル世界で最も内陸に位置する港湾であるダルス港は、五大湖、セントローレンス海路の起点となっている。 同水路上最も重要な港湾の一つである。同港の主な取扱い貨物はメサビ鉄山などアイアンレンジ地域の4つの鉄山帯から産出される鉄鉱石タコナイトである。このほか穀物の取扱い量も多い。鉄鉱石はこれらの鉄山からまず旧ダルースミスサビアイアンレンジ鉄道でダルース港に運ばれる。ダルース港で船積みされた鉄鉱石は五大湖。 セントローレンス回路を通って、下流のシカゴ、デトロイト、クリーブランド、バッファロー、トロント、モントリオールなどの工業都市へ運ばれる。また、エリー運河を通ってハドソン川へと入り、ニューヨークへも運ばれていく。さらに、セントローレンス川やハドソン川の川口から大西洋に出て、ヨーロッパ各国や日本、近年では中華人民共和国など世界各地の主要工業国へも輸出される。 ダルース港はスペリオール港と共にツインポーツと呼ばれる。また、ダルース都市圏を指してツインポーツと呼ぶこともある。2002年の統計では、ダルース港とスペリオール港を合わせた総貨物取扱量は4010万トンで、全米19位であった。アメリカ合衆国外への輸出貨物に限れば、その取扱量は1250万トンで、全米7位であった。一方、 ダルースは夏の避暑地、観光地としても知られている。ダルース市内の観光の中心となっているのは、ダルース港とスペリオル湖をつなぐ運河沿いに整備されたキャナルパークである。5キロメートルに及ぶ湖畔の遊歩道からは、とうとうと水をたたえるスペリオル湖や、古城を覆い機会世界各国の商船を望むことができる。運河に架か,かるエアリアル橋はダルースのシンボルとなっている橋である。 同橋梁は、ダルース港に出入りする船舶の通行を妨げないよう、1905年に運搬橋として架けられたが、交通量が増加したため1930年に、商海橋に改造され、現在でも使用されている。キャナルパーク園内、エアリアル橋の隣に立つスペリオル湖海示、ビジターセンターは、スペリオル湖を行き交う商船に関する広範囲な展示物を展示している。 同じくエアリアル橋の近くに立地するグレートレイクス水族館はアメリカ合衆国内で唯一淡水の水槽のみを有する水族館として建てられたものである。3年半の歳月と3400万ドルの費用を投じて建設されたこの水族館はスペリオルコとその周辺に生息する魚類や水生生物を主に飼育している。2006年には 深海魚の飼育をはじめ、同水族間発となる海水の水槽が作られた。1899年に建てられたガルース・ミッサビ、アンド・アイアン・レンジ鉄道の旧駅、エンディオン・ディーポは、週間高速道路 I-35 の建設に、伴って1985年にキャナル・パークに、移設された。ロマネスク町のこの駅舎は百七十五年に、国の史跡に指定されており、現在は、 旅行会社の社屋として使われている。突端に灯台の立つ埠頭、ライトハウスピアも園内の名所の一つである。キャナルパークの周辺には1980年代に倉庫を改造してできたレストランやバー、各種ショップが立ち並んでいる。ダルース港にはウィリアム・エアー・ビン号が経流されている。1938年に世界強行後初の大型船舶として オハイオ州ロレインの造船会社で作られたこの船は US スチール所有でダルースから下流のミシガン湖岸やエリー湖岸にあった同社の製鉄所へ鉄鉱石を運んでいた。同船は1978年に現役を引退し1986年にはダルース港に浮かぶ博物館として一般に公開された。1989年には同船は 国の史跡に指定された。港より西側、ダウンタウンのミシガン通りにはダルースの旧、中央駅であるダルースディーポーが建っている。1892年に建てられたこのフレンチノーマン町の駅舎は、ダルースを代表する歴史的建造物の一つである。同駅舎は1971年に国の史跡に指定され、改装後1973年に、 セントルイス軍伝承文化芸術センター、旧ユニオン駅として再生された。現在、ダルースディーポには4つの博物館、美術館と一つの劇場があり、3つの演技芸術団体が本部オフィスを置いている。また、夏季限定で列車を走らせ、観光ツアーを組んでいるノースショア観光鉄道の各列車はこのダルースディーポから出発する。なお、ダルースディーポ内で開館している。 博物館、美術館、及びダルースディーポに、本部オフィスを置く、演技芸術団体については、後の芸術の節で詳しく述べる。スペリオルコ班に立つキューグレンシーン帝もまた、ダルース前世紀の映画を忍ぶことができる歴史的、建造物の一つである。3万5千平方メートルに及ぶ敷地に建てられた、38もの部屋を有する、このジャコビアン帳の豪邸は、 ニューヨーク州ロチェスター出身の弁護士であり、実業家でもあったチェスター・アジェイト・コングドンがこの地で、家族と共に暮らすために1905年から3年の歳月を費やして建てたものである。童廷は1968年にミネソタ大学ダルース校に寄付され、1979年には一般に公開された。この豪邸は国の史跡に指定されている。また、ダルースは、 市内のみならず、周辺地域の観光の拠点ともなっている。スペリオルコンを走るミネソタ州道61号線は、ダルースからのドライブルートとして人気が高い。この道は1991年に、州中東部の町ワイオミング以北が、部分配線となるまでは、国道61号線であった。国道61号線は、ハイウェイ61として知られ、ダルース出身の歌手。 ボブ・ディランのアルバム、強憶のハイウェイ61に収録されている同盟の曲の中でも歌われている。また、ダルース周辺は自然環境にも恵まれている。ダルースから内陸へ入れば、スペリオル国有林やバウンダリーウォーターズカヌーエリア原野の大自然が広がっている。市の東でスペリオル湖に流れ込むレスター川は渓谷を形成している。ダルース国際空港は、 ダウンタウンの北西約8キロメートルの丘の上に立地している。同空港にはミネアポリスセントポール国際空港やデトロイトメトロポリタン国際空港からのノースウェスト航空の便が発着する。この他、ミルウォーギーのジェネラル・ミッチェル国際空港からのミッドウェスト航空の便やラスベガスのマッカラン国際空港からのアレジャイアントエアの便もある。同空港は ダルース・スペリオの漁師を中心とするダルース都市圏をはじめ、ミネソタ州北東部、ウィスコンシン州北西部の玄関口となる空港である。また、ノースウェスト航空のハブ空港で、成田国際空港やアムステルダムのアムステルダムスキポール空港からの直行便もある、ミネアポリス・セントポール国際空港もダルースから利用可能な距離にあり、車で所要2時間半ほどである。 週刊高速道路35号線の終点。背後にはスペリオルコが見える。ダルースは週刊高速道路 I-35 の北の終点となっている。I-35 はダルースのダウンタウンから南下してアメリカ合衆国の中央部を縦断しテキサス州のアメリカメキシコ国境の街ラレドへと至る幹線である。同高速道路は途中ミネアポリスセントポールデモイン。 カンザスシティ、オクラホマシティ、ダラスフォートワース、サンアントニオなどの都市を通る。I-35 の支線である I-535 は、セントルイス側に架かるジョン・エイ・ブラッド肉橋を渡り、対岸のスペリオルとダルース側の I-35 本線とを結ぶ役割を果たしている。週間高速道路のほか、ダルースには2本の国道。 2号線と53号線が通っている。2号線はシアトル郊外のエベレットを起点とし、ワシントン州、アイバホ州北西部、モンタナ州、ノースダコタ州、ミネソタ州北部を横断して、ダルースを通り、ウィスコンシン州北部、ミシガン州のアッパー半島を横断して、マキナック海峡に面する町、セントイグナスへと至る。一方、53号線は、 ウィスコンシン州ラクロスとカナダ国境の町インターナショナルホールズを結んでいる。また、ダルースには数多くの修道が通っている。このうち都市間交通路としての重要性が高いのはミネソタ州を北東から南西へと斜めに走ってサウスダコタ州スーホールズに通ずる修道23号線とスペリオル湖に沿って走り国境を越えて カナダ・オンタリオ州のサンダーベイへと通ずる州道を61号線である。ダルースはグレーハウンドが2番目に本社を追い立ちで、かつてはミネソタ州北東部の主要ターミナルとして、ミネアポリス・セント・ポールのみならず、ウィスコンシン州北部、ミシガン州のアッパー半島を横断して、セント・イング・ナスへ、スペリオルこそいに国境を越えて、サンダーベイへ、 また、アイアン電磁地域各地へと通ずる中長距離バスの拠点となっていた。しかし、グレーハウンドの2度目の倒産後、2004年8月に経営合理化のために路線網が大幅に見直され、特に人口の希薄な地域の路線が大幅に廃線、減便となった。そのため、現在では、ダルースミネアポリス間の便は1日1往復あるのみとなった。 現在ダルースに停車する唯一の路線である。このバスは、ダルースミネアポリスは途中セントポールに停車するが、ミネアポリスダルースはノンストップである。所要時間は、南行2時間40分、北行2時間20分である。ダルース市内の路線バスは、ダルース交通局によって運営されている。同交通局はダルース市内のみならず、ダルーススペリオール間、また、 スペリオル市内にもバスの路線を有している。同交通局が運行している。路線数は17系統に上る。夏季の観光シーズン中、6月初めから8月末までは、同交通局によって、ダウンタウン、ウォーターフロント、キャナルパークを結んで周回するトロリーバス、ポートトーントロリーが運行される。ミネソタ大学、ダルース校のスウェンソン理学校舎、ミネアポリスセントポールに、 本部キャンパスを置くミネソタ大学はダルースにもキャンパスを置いている。ミネソタ大学ダルース校は1947年創立75の専攻を有する州立の総合大学で学部生約9000人、大学院生約900人が在籍している。同学のキャンパスは市の東側スペリオル湖を見下ろす丘の上に広がり、 244エーカーの敷地に50以上の大学の建物が建っている。ほとんどの建物は屋内通路で繋がっており、現冬器でも雪や寒さを気にせずに行き来することができる。ダルースにはこのほか、カトリック系の中規模私立大学である、セントスコラスティカ大学、コミュニティカレッジのレークスペリオル大学、2年生の 私立経営単価大学であるダルース経営大学の3校が、それぞれキャンパスを構えている。南隣のスペリオール市には、ウィスコンシン州の州都マディソンに本部を置く、ウィスコンシン大学の地方キャンパス、ウィスコンシン大学スペリオール校が立地している。ダルースの K12 課ほどは、小学校12校、中学校4校、高校4校の公立学校によって支えられている。 ダルースの小学校は幼稚園から5年生までの家庭となっているものが標準的で12校中9校はこの学年となっている。このほか幼稚園から1年生までの幼児を教育する学校が1校、2年生から5年生までの児童を教育する学校が1校、幼稚園から8年生までの小中一貫校が1校ある。 中学校は4校、中3校が6年生から8年生までで、1校は5年生から12年生までの中高一貫校となっている。高校は4校すべてが9年生から12年生までの生徒を受け入れている。これら公立の普通学校のほか、ダルースには公立のオルタナティブスクールが6校、カトリックのダルース市教区の管理下にある私立学校が4校、 ヒカトリック系の私立学校が9校ある。成熟した都市であるダルースは文化、芸術面でも充実している。ダルースの芸術の中心となっているのはダウンタウンに、位置し四つの博物館、美術館と一つの劇場を抱え、三つの演技芸術団体が本部オフィスを置くダルースディーポである。ダルース芸術院は美術館のほか美術学校を有し、 さらに地元美術館への各種サービスも行っている。ダルース子ども博物館は子どもたちが身近なものから世界の人々、文化に関するものまであらゆるものを知ることができる展示物を定期的に更新されるテーマに沿って展示している。セントルイス軍歴史協会はディーポ内に本部を置いているのみならず歴史博物館も有している。このかディーポ内には スペリオル湖鉄道博物館もある。ディーポ内にある劇場、ダルース劇場では演劇やミュージカルの公演が行われる。同劇場ではブロードウェイのミュージカルが演じられることもある。ダルースとスペリオルが共有するオーケストラ、ダルース・スペリオル・シンフォニー・オーケストラはディーポ内に本部オフィスを構えている。同じくディーポに本部を置くアローヘッド・コラールは ミネソタ州北部とウィスコンシン州北部の声楽家を集めた合唱団である。また、ダルース発祥のプロバレエ団、ミネソタバレエもディーポに本部を置いている。また、ミネソタ大学、ダルース校もいくつかの文化、芸術施設を有している。トゥーイード美術館は、アメリカ合衆国の風景画のコレクションで知られている。このかキャンパス内の文化、芸術施設としては、 マーシャル W、アルワースプラネタリウム、ウェバー音楽ホール、マーシャル演技芸術センターが挙げられる。プロスポーツ1923年から1925年にかけて、ダルースには、ケリーズと呼ばれる NFL のチームがあった。また1926年から1927年にかけては、エスキモーズがダルースに本拠を置いていた。その後エスキモーズは、 ニュージャージー州オレンジに本拠を移し、チーム名もオレンジトルネードーズに改められた。1993年から2002年までは、独立リーグのノーザンリーグに属する野球チーム、ダルース・スペリオル・デュークスが、ウェストダルース地区のウェイド・スタジアムに本拠を置いていた。デュークスは1960年から1964年に、かけては、デトロイト・タイガース参加のマイナーリーグのチームであった。 当時在籍していた選手には、後にタイガースに上がり、1968年のタイガース、友情メンバーとなった者も,も数多くいた。2003年、デュークスはカンザスシティに移転し、チーム名もカンザスシティ・ティボーンズと改められた。アマチュアスポーツ1977年から現在に至るまでダルースではグランマズマラソンというマラソン大会が行われてきた。 グランマズというレース名は初期のスポンサーであったグランマズレストランにちなんでいる。毎年6月に開かれる同大会には地元の市民ランナーのほかアメリカ合衆国外からも参加者が集まる。マラソンのコースは歴史の港町トゥーハーバーズを出発しスペリオール港北岸に沿って修道61号線をダルースのキャナルパークまで下ってくるというものである。 これと同じコースは9月に開かれるノースショアインライン、マラソンでも使われる。ダルースで走るのは人間だけではない。毎年2月にはベアグリース犬ぞりマラソンという犬ぞりレースが行われる。このレースはトゥーハーバーズとグランドマライズの間にまだ道路が通っていなかった頃、20年間にわたって犬ぞり、ボート、馬を用いて、 郵便物を運んだという故事にちなんでいる。コースは400マイルと150マイルの2種類が用意され、参加者はどちらか一方のレースに参加することができる。このレースは1980年に始まり、アラスカ州で開かれる犬ぞりレースの国際大会、イディカロットトレール犬ぞりレースの前哨戦として位置づけられている。ミネソタ大学、ダルース校のアイスホッケーの試合は、 寒い冬のダルースで最も盛り上がるスポーツイベントの一つである。試合は地元テレビ局で放送され何千人もの観客がホームの試合の行われるダルースエンターテイメントコンベンションセンターに応援に駆けつける。同校は NHL 屈指のスター選手となったブレッドハルをはじめ何人かの卒業生を NHL に送り込んでいる。また女子のチームは 競合の一つに数えられており、2001年から2003年までは3年連続で全米優勝に輝いた。ダルースでの開催となった2003年の決勝では、ハーバード大学と対戦し、2度の延長の末に勝利した。なお、同行のスポーツチームは、男女アイスホッケー部のみが、ディビジョン I に属し、その他のスポーツは、ディビジョン2で戦っている。またダルースには、 全米各地から夏の間だけ選手を集めて試合をしている野球チームダルースハスキーズやセミプロのフットボールチームであるダルーススペリオルショアメン地元の中学校の野球場で試合を行っているアマチュア野球チームのダルースエクスプレスなどのチームもあるまたカーリングもダルースで人気のあるスポーツの一つであるダルースで購読されている日刊紙は1870年に創立した ダルースニューストリビューンである。地元では単にザトリビューンと呼ばれている。この他にダルースで購読されている新聞としては、リーダーウィークリーとトランジスタという無料の週刊誌にし、無料各集しダルースバッチティアーニュース、月刊のビジネス紙ビジネスノースがある。ダルースには主要テレビ局6社が支局を置いている。このうち CBS の支局である、 KDLH と NBC の支局である KBJR は同じグラナイトブロードキャスティンググループによって運営されている。ただし2005年3月 KDLH の経営権がフロリダ州サラソータに本部を置くマララブロードキャストグループに売却されグラナイトは KBJR の経営権を有するのみとなった。グラナイトは2006年に連邦倒産法第11章を適用し 倒産した。また、ダルースには、AM7 局、FM23 局のラジオ局がある。ダルースは、以下の4都市と、姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。